皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。最近ですね、はい、僕映画の現場にスタジオにですね、うん、電車で通ってるんですけども。お、偉いじゃん、うん、まあ今まで乗ってなかったわけじゃないですけども、うん、こんなに毎日通勤、電車通勤するのって学生以来なんですけど、うんうんうん、なんか脳も若くなりそうでいい感じですね。ハンバーガーショップ行ったり電車乗ったり、偉いじゃん。そうですね、うん、ただやっぱり僕が学生だった頃と全然違うじゃないですか。知らない、何が。あのシステムが、あ、パスモとか。まずだから僕ね、パスモが、あ、知らない、抵抗はあるんですよ。やっぱり小銭出して買いたいんですよ、切符を毎回。どうぞどうぞ、いいですよ、うちとしては別に。あの販売機で買ったことあります、切符。最近はないね、うんうん。僕が乗ってるその私鉄だけなのかもしれないんですけど、うん、その例えば180円のね、うん、切符を買うときに500円入れるとするじゃないですか、うんうん、そしたらで180円押すじゃないですか、うん、そしたらそのお釣りと切符が同時にダリンバンって出てくるんですよ。もうそれがね、僕みたいな臆病な人間はパニックですよ。そのどっちを先に取ればいいんだ。どっちでもいいです。もうだってちょっと時間差でチケットがプッて出てからチャレンジだったらいいけど、もう本当に同時ですよ、いつも。で切符180円でしょ、いい、うん、お釣りは320円でしょ。ということはまず320円を掴むのがやっぱり人間としての道理なのかなって思うんだけど、あとほら多分右手がお釣りだと思うんですよね。そうですね、右手だから人間やっぱり右の方を取る、うん、と思いますね。でもね、結局いつもどうするかっていうと、やっぱ、ま、分かってるんだけど出た瞬間にパニックになるから、同時に出たってことは同時に取らなきゃいけないのかと思って両手でピャッて取るんですけども、そうやって楽しんでればいいんじゃないですか。楽しくないんですよ。それの代金もう100円払ったら、もう駅に今日もありがとうございますっつって。であれもないんですよ、大体8割がパスモ用の通用口、なんていうんですか、改札口じゃないですか。だから切符を入れるところが2つぐらいしかなくて、パスもでも持ち始めると本当に素晴らしいと思うよ、うん、タクシーとかも、うん、お釣りのもたもたがなくなってピッで終わるじゃん。コンビニもピッで終わるじゃん。本当こんなことでいいですかっていう感じ。これもただ、全国共通にしてくれないと、都内だけかよってなるんだよね、うん、でもタクシーはお釣りもらう時のコミュニケーションの、お前はそんなとこじゃない。お前はそんな男じゃないって。パスモってタクシーも使えるんですか。使えるタクシーもある、会社によってかな。私の感覚では3台に1台は絶対に大丈夫ですね。そうなんだ、うん、気持ちいいよ。もうここで止めていいわ、運転手さん、ありがとうございます。ピッ、そうか、あれは僕がよく行くファストフードですよ、うん、モスモスじゃなくてマックじゃなくて、なんだろう、そんなに興味がないから分かりません。サンドイッチ系のサブウェイの、カード僕持ってるんですけど、あれは使えるのかな。使えません、表現してくださいよ。使えないですよね、うん、もうカード持たないんですよ。私2枚持ってるから1枚あげようか、パスも、うん、それでこれで足りなくなったら また自分で入れるんですけど、うん、これはすごい気持ちいいですよ。じゃあ僕サブウェイの2つあるから1個あげましょうか。サブウェイのはいらないです。なんで行ったことはありますけども、ちょこちょこは行ってないので。これがパスモか、これ私の方の、そうそっちがいいな。こっちはダメなんです、こっちは名前が入ってるのね。モーモーパスモって言うんだ、うん、モーモーパスモって書いてあるよ。なんなのこの人、大丈夫なの。なんで僕本当にカードを持たない人間なので。何回聞いたらいいんですか。もう1回にしてくださいね。あと1回言うよ。さっきだってリアクションがなかったからですよ。もうカード持たない人間なんですよ。お母さんと息子みたいな。さんだからじゃあこれお返ししますってことね。受け取らないのかな。いやいや、いただきますよ。じゃあ何でもう1回言うの。僕はね、カード持たない人間なんですよ。だからこれが初めての僕のカードですよ。まあ、サブウェイは送っていただいたものはあるんですけども。じゃあちょっとお財布出してみ、私今出しましょうか。もうめんどくさいな。めんどくさいの。カードだってないんでしょ。ないったってありますよ。だから自分の
あれですよ、銀行のカードでしょ、銀行のカードあれでしょ、ツタヤのカードでしょ、どっちがどっちが効率的な、あとは診察券、診察券も入れていいのカードに、診察、あ、もうそれでマイナス点ですね、じゃあマイナスになっちゃいます合計点が診察券しかないもん、あ、ツタヤがあんね、ツタヤしかないもん、じゃあ若さというタイトルでせーのでやってみない、あ、これもらったやつある、あ、これ勝ちましたよ、あ、なんかお題ちょうだい、例えば何か、セレブ、セレブ、セレブだったら、セレブ、ちょっと待って、まあ私もすましい生活してんな、こうやって見たら本当にお得、お得ね、あ、そうだね、お得の方が、そうだ、その人の賢さが出ると思うんですよ、まあ、これは、うん、期限切れてるのはダメでしょだらしねえなポイントカードはありじゃないですか、だからそういうことを口に出さないで、お得っていうタイトルでせーので一斉のせー出すとすんじゃん、でちょっと待って、ね、松岡さんの心を動かした方が、いや僕本当に戦うほどのメンバーがいないんですよ、清水さんパスモが持ったの初めてぐらいも、あれちょっと診察券だもん全部、ゴミいっぱいだねどういうこと、診察券だらけだね、そんなにお医者さん好きなの、動物のやつもあるしね、動物の、あ、お医者さんか、はい、じゃあこれかな、いいよ、じゃあお得、お得ね、はい、面白くないですよ全然、私もせーの、ビッグポイントカード、え、スターバックスコーヒー、スターバックスコーヒーは私の方が、これを出すと、うん、何ですそれ、100人に1人ぐらいのスターバックスの人が、うん、お客様これどこでお求めになりましたって言ったんですよ2回目なんですけど、何なんですかそれ、なんか割と初期のことに、あ、初期の古いってこと、そうなんですよ、これは珍しいですよ、2005年でございますね、2005年、うん、なんとかオリンピックの時か、これはまだ僕使ったことないです、あ、じゃあ交換しよう、ちょっと待ってください本当ない、いや、あとはまあサブウェイ、ツタヤ、サブウェイのカードって何がいいことあるの、メリット、早くお金が済むぐらいじゃないですか、あ、お金が払えるってこと、うん、珍しいものだったね、いや、これいい、人からいただいたんですけど、スタバと一緒ってことね、うんうん、あ、でもこういうプレゼントっていいですよね、うんうん、ねえねえ、はっきり言って、お芝居でもさ、なんか持っていくときに、こういう、これで皆さんで食べてくださいっていうのって嬉しいもの、それともやっぱり、ああ、カードあげるってこと、これでみんなで食べて、うん、いや、ちょっといやらしい感じしますね、いやらしい、金に逃げたねって感じ、ややこしいな、やっぱでっかい、荷物持って、差し入れですって行くのが嬉しい、まあそうかもね、お願いします、お願いしちゃった。Well, Momo Pasmo, Big Camera, Point Card, Starbucks Card, Tsutaya, Subway, some receipts, meh, not so interesting. As Mr. Mitani always claimed, he's not a card-carrying person. But then again, that might be a good thing. You hear lots of stories of people who max out their cards without thinking.